今回はサンリオショップで購入した商品をご紹介していきますと別のお店で購入した商品も合わせてご紹介していきますそれでは早速開封していきます最初にサンリオショップで購入したものから開封していきたいと思いますそれでは1つ目はこちらサンリオキャラクターズクリスタルコットになりますで今回1つだけではなくて3つ購入してきましたそれでは早速こちらの方開封していきたいと思います最初に左側から 開けます。で、出します。今回出たのはシナモンロールが出ました。で、袋を開けて中のものを全部出していっちゃいます。こちら食玩なのでガムが1個入っています。こちら後で食べたいと思います。キラキラビーズをシナモンの中に入れていっちゃいます。で、1つだけ顔型ビーズが入っています。こちらも中に入れちゃいます。で、蓋をしたらこれで出来上がり。近くで見るとこんな感じ。 続いて2つ目出しますでガム1つ入っていますそれでは袋を開けていきますで今回のビーズが多めになっていますそれではビーズの方も切って出していきますでポムポムの中に入れていっちゃいますで今回の顔型ビーズはこんな感じで顔型ビーズも入れて蓋をしてでこれでポムポンプリンの完成になりますで正面と後ろになりますそれでは最後の3つ目 出出ししまますポチャッコが出ましたで今回もガムちゃんと入ってますそれでは袋を開けて出していきますポチャッコの場合はシナモンと同じぐらいのビーズが入っていましたでキラキラビーズを中に入れていきますとこちらがポチャッコの顔型ビーズになりますこんな感じでこちらも入れて蓋をしたら出来上がりですポチャッコはこんな感じ正面後ろ ポチャクもそうですが立体的な感じがとってもいいですということでサンリ両キャラクターズクリスタルコットをご紹介しましたそれでは続けて2つ目こちらラーメン丼くろみちゃんバージョンになりますちょっと開けていっちゃいますで中央にクロみちゃんがいる感じの丼になっています周りには3人クロみちゃんいますで横にしてみると結構深さがある感じの丼になっています 色色はクロミちゃんの紫色になっていますこの後ご紹介する商品を作ってこちらの丼に持って食べていきたいと思っております少々お待ちくださいということで2つ目はラーメン丼クロミちゃんバージョンをご紹介しましたでサンリオショップで購入した商品は以上になりますこのまま続けてビレッジヴァンガードに行ってサンリオというかハピタンブ位のメンバーのグッズを購入してきましたのでご紹介していきますそれでは1つ目は こちらハドバスボール青リンゴの香りりになりますここちちらら税込みで円で円したでこちらシークレットを含めて全5種類どれか1つが入っていますでこちら1つだけだと寂しいのでもう1つ買ってきちゃいましたでこちら開封は別の動画にさせていただきますできるまで少々お待ちください続けて2つ目はこちら 三反半魚丼光るバスボールになりますでこちらちょうどレシートがあって見えなかったんですがレモンの香りになっております光る半魚丼は全部で4種類どれか1つが入っていますこちらも1つだけだと寂しいのでもう1つ買ってきちゃいましたでこちらの開封動画も後で動画にしたいと思っておりますできるまで少々お待ちくださいで続けて3つ目3つ目はこちら ハン丼シークレットアクリルスタンドになりますでこちらは2つ購入してきましたそれでは開封していきます開けます出します見えませんもう一回出します裏返しですで反転させるといくぞの半ド丼が出ましたアクリルスタンドの台に挿してこんな感じになりましたそれでは続けて2つ目開けます出します逆です 強引な編集で台につけてるところから始めちゃいました。はてなマーク出出るハンギョ丼が出ましたで今回はこちらの2つのハンギョドンが出ました。かぶらないでよかったです。でヴィレッジヴァンガードで購入した商品は以上になります。このまま続けて今回は久しぶりにサンキューマートに行ってきましたので購入した商品をご紹介していきます。それでははつ目はこちら サンリオフニマルデザインコラボマスコットキーホルダーになりますでこちら中には小さいビーズが入っていて触ると気持ちいい手触りになっておりますやめらんなくなっちゃいますで後ろ後ろは半世丼と書かれてありますこのウニウニ本当にずっとやりたくなっちゃいますでこちら全8種類になっております気になった子推しの子いたら一ついかがでしょうか 続いて2つ目はこちら。ハンスカルプブラシになります。で、袋から出すとこんな感じ。後ろにブラシがついていて、これで頭を洗う感じになります。価格は780円で、税込みで858円になります。ブラシは硬めと書かれてありましたが、手で触った感じは程よい硬さになっております。ということで2つ目は、ハンギョドンスカルプブラシでした。続いて3つ目はこちら。 サンリオキャラクターズ布包みお茶漬けになります表にはハ半魚丼とさゆりちゃんがいますでこちらお茶漬けなのでご紹介する内容このぐらいになっちゃいます続いて4つ目4つ目はこちらハ半魚丼エビセンになります中央にハ半魚丼とさゆりちゃんイタロがいます栄養成分表示は1枚 12.5g で 48kcal となっております で、こちらすぐ食べるのもったいない気がしちゃうのでちょっとだけ飾っておこうと思いますで、続けて5つ目5つ目はこちらハンンンロマンチストラーメンになります。今回で2回目の紹介になっちゃいますで前回同様2個買ってきましたでこちらはこの動画で後で作って食べてみたいと思っておりますで、続けて6つ目6つ目はこちら黒身小悪魔ラーメンになります で、こちら半魚丼も同じなんですがランダムで1枚シールが入っていますで、先ほど紹介したサンリオショップで購入したクロミちゃんのラーメン丼こちらにクロミちゃんの小悪魔ラーメンを作って盛り付けていこうと思いますそれでは作ってきますで作ってきましたあと付属でついているのり2枚こちらをラーメンに入れてこれで完成ですそれではまずは麺からいただきますこれは、 うまいスープの方は正直袋麺の魚介豚骨しょうやじといった感じになっております麺の方も袋麺の麺といった感じになっているんですが推しであるくろみちゃんがいるだけで味が倍増しちゃっておりますこれはファン心理をつかれちゃっているのでしょうかと言っている間に全部食べちゃいました箸置いてくろみちゃん見えないのでちょっとずらしてごちそうさまです美味しかったです ということで、サンキューマートで購入した商品は以上になります。このまま続けて今回、クロみちゃんの丼を購入したときに、ョドンの丼が販売終了したことを知りました。ネットで検索したら、アマゾンのサンリオで在庫があることを知って、もちろん購入しました。こちらがサンリンギョドンのラーメン丼になります。それでは早速開けていきます。で、中央にハンョドンがおります。で、周りにはさゆりちゃんが2人と。 イタロウがいますで、丼を横にすると結構深さのある丼になっています色は水色になっていますで、先ほどご紹介したハニドンロマンチストラーメンこちらを作って丼に持っていこうと思いますそれでは作っていきますで、作ってきましたこれで完成です麺伸びる前にいただきますで、たまらずスープからいただいちゃいます これはインンスタント風でうまいそれでは麺の方もいただきます先ほどもくろみちゃんの時に言ったんですが半夜丼のロマンチストラーメンシーフード味も袋麺な感じの味付けになっておりますただこちら半夜丼のラーメンということで自分が推しているだけあってなぜか美味しさ倍増しちゃってるような感じがしちゃいますでスープだけになってきたんですがここで思い出しましたのり入れるの忘れてました スープだけでですすが一緒に食べていいっちゃいますで最後にスープを飲み干して箸を置いて半魚丼隠れてるんでちょっとずらしてごちそうさまです美味しかったですということで Amazon で購入したラーメン丼半魚丼バージョンでしたこのまま続けてということで今回はサンリオのガチャポンを2つご紹介していきますで戻りましたいつも通りカプセルをトンとして 出していきますでもう1回やってきましたこちらもトントとして出していきます今回はサンリオキャラクターズランチトートコレクション全6種ラインナップはマイメロディ、クロミ、シナモンロールリトルツインスターズポムポムプリンウィッシュミーメルの6種類になりますで今回出たのはポムポムプリンとウィッシュミーメルが出ましたで最初クロミちゃんかと思ったんですが この紫色はウィッシュミーメルになります。最初にウィッシュミーメル正面後ろでこちらランチトートなので下にちゃんとマチがありますで持ち手もちょうどいいぐらいの長さになっていますで中はこんな感じでダイソーに売っているお弁当箱こちらは2段タイプになりますでこちらをトートに入れてみるとこんな感じで下を見てみるとまだマチの余裕が ありますでもう一つ大きいタイプのお弁当箱を用意しましたでこちらを入れてみるとこんな感じで街を見るとちょうどいい感じになりました結構2段タイプのお弁当箱だったら余裕で入る感じになっていますタグを見てみるとウィッシュミーメルとちゃんと書かれてありますで続いてポンポンプリンになります正面後ろ同じように街があります 持ち手も持ちやすい長さになっていますでお弁当箱を入れてみるとこんな感じ大きいタイプのお弁当箱はこんな感じで上にペットボトルも入る余裕があります普通サイズのお弁当箱だったら問題なく入ります持ち手に強度をつけたい場合はバツで補強するのもありかもしれませんコムポンプリンのタグもちゃんとついていますということで今回はサンリオキャラクターズランチトートコレクションをご紹介しました 続いて2つ目戻りましたいつも通りカプセルをトンとして出していきますで、あと2回やってきましたこちらもトンとして出していきます今回はカプキャラベストサ両キャラクターズ全6種ラインナップはハンギョドン、ケロケロケロッピ、バットバツマル、ポチャッコ、アヒルのペックル、タキシードサムの6種類になりますで、今回出たのはタキシードサム、アヒルのペックル ケケケロケロケロッピが出ました正面横後ろでまた横戻ってドン最初にアヒルのペックル上と下ペックルのお顔の中に体が入っている感じになっています結構ギリギリな感じになっていて作った人すごいなって思っちゃいますでこちらのペックル結構可愛らしいです続いてケロケロケロッピ上と下 ケロピの場合も結構ギリギリリな感じで体が入っております。ケロピもかなり出来のいい感じになっています。ね。続いてタキシードサム。上と下。タキシードサムはそのまま出てくるんですが開けるところがあります。で中に入っているのは帽子だけが入っています。帽子だけです。ただ文句は言わせない。いやし。 とということで今回は「カプキャラベスト」サンリオキャラクターズをご紹介しました気になった方はお試しくださいということで今回はサンリ両ショップで購入した商品をご紹介したのと別のお店で購入したサンリ両の商品もご紹介してみましたまた次回もサンリ両キャラクターズの商品購入したらご紹介していきたいと思っておりますのでお時間あればご視聴ください